ホルヘロドリゴリゴバオスはアルゼンチンのプロボクサー。ブエノスアイレス出身。元 WBO 世界、スーパーフェザー級王者。1996年8月10日、プロデビュー。1998年8月15日、南アメリカスーパーフェザー級王座を獲得。二度の防衛に成功した。1999年7月10日。 WBU 世界スーパーフェザー級王座を獲得。二度の防衛に成功した。2002年8月24日、WBO ラテンアメリカスーパーフェザー級王座を獲得。2003年8月9日、フロリダ州マイアミのマイアミアリーナで、WBAWBO 世界スーパーフェザー級スーパー王者アセリノフレータスと対戦。8回までは、 互角でややフレータスの有利の展開だが、スリップ気味のダウンをバリオスが奪い、その後11回にもバリオスがダウンを奪ったものの、11回終了間近にフレータスのカウンター気味の右フックが当たりバリオスがダウンする。フレータスのあまりの強いパンチに鼓膜は破れ右目をカットし、ドクターストップ寸前だったが、試合はなんとか続行し、12回にフレータスのパンチが 当たりバリオスは、なんとか起き上がったものの、レフェリーがストップ。12回0分50秒 TKO 負けを喫し、WBA スーパー王座と、WB o 王座獲得に失敗した。2005年4月8日、WBO 世界、スーパーフェザー級王者マイク・アンチュドに4回2分、TKO 勝ちし、王座を獲得。5月8日には、コルドバ州コルドバのスペルドもオルフェオで行われた初。 防衛戦で2回2分30秒 TKO 勝ちを収め、2006年5月20日には、ステープルズセンターで行われた2度目の防衛戦で1回0分49秒5勝ちを収めた。2006年9月16日、MGM グランドで3度目の防衛戦となる予定だったが、前日計量でバリオスに体重超過がありウォーザ白夏となり、ホワングズマンに勝てば、WBO 世界、 スーパーフェザー級王座は空位となっていたのだが、試合はバリオスがグズマンに12回1から2の判定負けを喫し、グズマンがそのまま王者になった。2007年4月21日、ブエノスアイレスのエスタディオルナパルクで、WBA インターコンチネンタルスーパーフェザー級王者デチョウゴトジムに3回小勝ちを収め、王座獲得に成功した。2008年9月6日、 トヨタセンターで行われた WBO ラテンアメリカスーパーフェザー級王座決定戦でロッキー・ファレスと対戦し11回2分55秒 TKO 負けを喫し王座の獲得に失敗した2009年8月8日 WBO ラテンアメリカスーパーフェザー級暫定王座決定戦でモイセス・カストロと対戦し12回3から0の判定勝ちで王座を獲得した 2009年11月21日、ブエノスアイレスのブエノスアイレスローンテニスクラブで、ミッチェル・ロサダに5回 TKO 勝ちを収め、WBO ラテン・アメリカス暫定王座の初防衛に成功した。2010年10月1日、ウィルソン・アルコットと対戦し10回3から0の判定勝ちを最後に現役を引退した。2010年1月24日、アルゼンチンのマルデル・プラタで、 赤信号を無視して20歳の妊婦を引き殺す自動車事故を起こす。バリオスは現場から逃走し、その後警察に出頭。飲酒運転が疑われたが、警察に出頭したのが遅かったため、飲酒は確認できなかった。2012年4月4日、過失致死罪の有罪判決を受け、懲役4年を宣告された。2014年11月、3年半刑務所に服役した。 2019年12月31日、カッピージャ、デルモンテで新年を祝うパーティー中に暴行を受け、ナイフで数箇所を刺され、病院に担ぎ込まれた。財布と携帯電話を盗んで逃走した犯人はすぐに特定されたが、犯人とバリオスは事件まで面識がなく、バリオスをナイフで刺す際に耳元で、これはお前が人々を殺したからだと囁いて妊婦。 引き逃げ事件を示唆したと報じられた。ありがとうございます。